遅延測定器を 120% 活用するソフトを使用します。ここでコントローラ、キーボード、クリックなど入力値の変化が1秒間に何回あるのかを表示します。アルデュイーノを使用した USB コントローラを接続します。このコントローラは 100ms から 0.8ms 間隔でボタンをオンオフすることができます。秒間1000入力、500連射ぐらいまで調整できます。ボタンを押す間隔を短くしていきます。コントローラ情報を取得する X インプット API は 1000fps ぐらいで動作するゲームプログラムで使用すると USB インタラプト転送最小間隔の 1000Hz の 90% ぐらいの入力情報を取得できることがわかります。アナログスティックのあるコントローラの場合、スティックを連続的に動かすことで1秒間に何回ゲームプログラムが新しい入力情報を取得しているか表示できます。およそ1秒間に200から250回のポーリングレートなのが分かります。インプットレーテンシー表示はあくまで目安です。アケコンに連射装置をつなぎます。この連射装置は 250ms から 1ms 間隔でボタンをオンオフすることができます。 1ms 間隔の時の波形です。ボタンを押す間隔を短くしていきます。オンオフの間隔がある程度以上短くなると取りこぼしが発生します。このコントローラのポーリングレートは 200Hz ぐらいが限界なのでしょうか。ボタンを手で押した時の波形です。チャタリングが発生しているのが分かります。ゲーム基板ではコンデンサの充放電を利用したこのような回路でチャタリングを除去しています。コンデンサの充放電を利用して波形を滑らかにします。シュミットトリガでパッキリさせます。この図ではチャタリング除去処理によって約 1.5ms の遅延が発生しています。コントローラのマイコンではこういったノイズ除去のプログラムでコンデンサをシミュレートできます。基本的にどのコントローラでもチャタリング除去処理による遅延が発生しています。先ほどのテストの限界はチャタリング除去処理による影響を受けていたからかもしれません。コインのカウントとか間違えたら大変なのでチャタリング除去処理は重要です。目的に応じて適切なチャタリング対応をしているものが優れたコントローラと言えます。アルデュイーノ USB コントローラでチャタリングのない環境を試します。先ほどの連射装置を接続します。チャタリング除去処理のないコントローラを 1000fps ぐらいで動作するゲームプログラムで使用すると USB インタラプト転送最小間隔 1000Hz の 85% ぐらいの入力情報を取得できることがわかります。チャタリング除去処理をしていないのでインプットレーテンシー表示はほぼほぼ実測値になります。USB コントローラのインプットレーテンシーの限界はこれぐらいでしょう。
将来的に 240fps とか高速フレームレートで動作するゲームが主流になった場合、チャタリングが発生しにくいスイッチを使用したコントローラが必要になるかもしれません。